なんか話に聞いてたところと随分違わないか？目の中みたいな変なところって変じゃ変だけど、どっちかってと不気味さね。あれは凱旋門か？隣にピラミッド、あっちは富士山。でもどれもこれも長い時間が経ったみたいになってる。魔法だよね。使ってる人合ってるかも。あ、そうかもな。アリスも風邪ひいた時人形動かなくなるし、俺っちも遅くなっちまうさね。助けなきゃ。私こ人形。でもアリス、なんだってこの、誰かわかんないけど、この魔法使いこんな場所作ったんだろうな。寂しいかった？こんな景色みたい。でも見えない。だから魔法、いろんな景色同じところ。なるほどな。でもさ、こんな風に召喚できてるってことは、この魔法使いはいろんな景色を知ってるってことにならないかい？そうかも。見れない人に見せたかった。愛だ、さん。その愛だってやつがこの世界を作った理由はわからない。リーブスってシソジュッケだ。ただのいたずらじゃないよな。天候さん、何か知ってますか？一番詳しそうな綾瀬が知らないんだからな。なあ、ちょっと待って、あれもしかしてアイダか？え、あ、綾瀬さん？違う。でもとても似てないぞ。あ、人形魔法。え、おい、アリス？あ、そういうことか。少年、綾瀬ってなんか普通じゃないところなかったか？もしかしたらずっと誰も気づかなかったのか？綾瀬さん、人形と同じ